スペクトログラムは音声を画像に変換することで音を目で見て観察できるようにしたものですが実はある方法を適用すると逆にスペクトログラムから音声を復元するなんてことができるんです一例としてこのスペクトログラムから音声を復元してみることにします音声は サイン波を重ね合わせることで合成することが原理的に可能なのですがその時に大事になってくるのはそれぞれのサイン波の位相をきちんと設定することなんですまずは実験してみます位相がすべてゼロであると設定してサイン波を重ね合わせるとこのような音声になりますこのままだと ちょっと何を言っているのかわからないし、そもそも人間の音声のようには全く聞こえないですよね。もう一つ実験、位相がすべてランダムであると設定してサイン波を重ね合わせるとこのような音声になります。ささやき声のように聞こえますよね。でも、 先ほどの音とはいえそれでもこのままだとまだまだですよね。音声を復元するには結局それぞれのサイン波の位相をきちんと設定しなければならないということになるわけなのですが実はそのための方法としてとても強力なテクニックがあります。それがグリフィンニムアルゴリズム。 細かな説明は教科書などに譲って実際にグリフィンリムアルゴリズムを適用してみるとあらゆる現実をすべて自分の方へねじ曲げたのだこのような音声を復元することができますかなりいい感じに聞こえますよねもちろんこのままでも十分かもしれませんがさらに声の高さを考慮して グリフィンリムアルゴリズムを適用するとあらゆる現実をすべて自分の方へねじ曲げたのだこのような音声を復元することができます先ほどの音と比べて声の高さの不安定な揺れが抑えられていることがお分かりいただけるでしょうかちなみにこれが本来の音声あらゆる現実を 全て自分のの方へねじ曲げたのだグリフィンリムアルゴリズムを使って復元した音とほとんど同じように聞こえることがお分かりいただけるでしょうか